片岡です。今日はですね、宮の鳩というお菓子を作ってみたいと思います。七五三も近いということで、神社にいる鳩ですね、平和のシンボルともされています白い鳩、清潔な白い鳩を、今日は作ってみたいと思います。はい、では材料ですね、練り切りが、22g、中あんが 15g、そしてごま1粒と、少しのシナモンがあればいいですね。ではいきましょう。はい、白練り切りでですね、中あんを包みますね。はい、丸くしたらですね、少しこちら側をちょっと細めてですね、卵型にしますね。はい、そして、少し平らにして、そしてもみ上げます。軽くですけどね。こんな感じかな、はい、そしてですね、布巾を広げてここに乗せてですね、こちら側に手繰り寄せて、ね、絞ります。はい、そしてですね、ここに顔をつけますので、三角ベラでね、顔をつけます。はい、そして目をつけますね。この辺りに目をつけて、用紙でくちばしをつけますね。はい、まあこのままでもいいんですけどね、最後に膨らみを持たせる。はい、はい、これで宮の鳩の完成です。ありがとうございました。